しょ。おはようございます。今354に乗って高崎駅方面、それで実はこの車、ニルフラックのベースだけだけど先日の週末つけて、音聞こえますか。今51キロ、速度51キロぐらいなんですけど、少しねボーボー音っていうんですかね、ヒューヒュー音っていうんですかね、信号で止まります。このベースの棒だけついてる状態なんですけど、キャリアの、ヒューヒュー音っていうかボーボー音が出てびっくりっていう感じです。異音っていうか音が出て、これ何か対策しなきゃっていうことで、考えたいなぁとこういうことです。で、何キロ走ってんだっけ、60キロまでだっけ、ちょっと静かにしてますね。出てきました。これ60キロちょうど。後ろ大渋滞になっちゃう、怒られちゃうね朝からね。でもスピードオーバー嫌だからさ、60キロだな。はい、はい、ヒューヒューボーボーが、なんかアニメのキャラクターに似たないヒューヒューボーボーって、まあこういう音が出ちゃうんで、この対策を考えますという動画です。またね、週末までにルーフボックスが宅配で届くんで、それつけて、またどんな変化があるかっていうことで、つけたらやっていきたいと思います。なんか YouTube 見りゃあるんだろうね、対策の仕方とかいろいろ。それで確認してみたいと思います。まあ、なんか車ってほら、うんと空力を考えて作ったもんだから、それにね突起物っていうか変なもんつけちゃうんで、そこでね風が、そうだよね、フロントガラスから上がって後ろに流れる、気流のところに棒がついてんだから、そこで鳴るんだろうなっていう予測気もしますけど、まあ、これは鳴るかどうか次回お楽しみです。以上です。